私の名前は吉岡徳仁です。そうですね、デザインっていうのは僕はいつも考えることがあって、それは今までずっと形を作ることがデザインだと思ってたんですけど、ある時から、そうじゃなくてやっぱりその人の感覚であるとか感動をデザインするというのが自分の道じゃないかっていうのに気づいたんです。そしてそれを、皆さんが感動していただけるようなものを私たちは作っていけたらなと思っています。生きたデザインというか、いいデザインっていうのは私のイメージなんですけど、年を取らないですね。というのは発想の段階から、新しい切り口であったり、決して普通のものがどんどんその時代を超えられるということではなくて、未来にその持っていくっていうものはその、形だけではなくて、何でしょうね、そうですね、なんか心にこうなんか刻まれるような、なんかそういうものなのかもしれません。今の現代の社会で大きな変化が来ていると思います。それは、エネルギーが、石油から、そして太陽光に変わって自然のエネルギーにだんだん変化してきて、これはすごく人類にとって大きな変革だと思うんですね。以前はその物をたくさん買うことが幸せだっていうことにを意識してたんですけど、でもそれは間違いで、やはり心にどういうふうにクリエーションをするかというものが私たちの今後の課題なんではないかなと思います。生涯続くデザインというのは、そうですね、どうなんでしょう、いろんな状況でそのデザインというのはその生命を長い生命を持つのかというのは、いろんなデザインというものはいろんな条件の中からそういうものになっていくと思うんですけど、でも確実に言えるのは、やっぱりデザインはすごく道具以上にその人の心というものにやっぱり問いかけるものであったり、そして未来を作るものであると思います。そうですね、数年前はデザインっていうものがそのデザインされているものとデザインされてないものというものがあって、今は本当にもう何でも全てがもうデザインされていて、何かすごく自分の中ではすごく窮屈なんですね。で、自分の選ぶものっていうのは逆にデザインされてないものであったり、何かそういうものを選んでしまうんですけど、何かデザインという価値じゃなくて次のステップとして、それがアートなのか何か分からないですけど、デザインとそのアートとそのもう一つ何か私はこの何か曖昧なその空白のその感覚、その間の中に新しさというものが何か潜んでるんじゃないかなとは思います。それは僕は分からないんですけど、僕は今、僕の夢が虹の境界を作ることなんですね。それはプリズムのステンドグラスを作って、そこに太陽が差し込んで、その虹の光が空間に満ちるような
何かそういう空間を考えてるんですけど、何かその未来というかそういうものを何か新しい形で、そして人々のためにまた存在すればすごく面白いんじゃないかなと思ってます。まあデザインっていう言葉がその、生まれてどのぐらい経つのかもわからないですけど、やはりその人類が生まれて、芸術や音楽っていうものはずっと生まれた時から存在してたものだと思うんですよね。だからそういう部分で、考えると、何かそのデザインっていうカテゴリーがその必要なのかどうかっていうものもちょっと自分には分からないんですけど、ものづくりとして大きく、ものづくりや表現として未来へいろんな形で変化して、いけばいいんじゃないかなと思います。そうですね、ちょっと難しい質問というのと、あと僕はすごくやっぱり人それぞれのその自由だから、そのどういうその人生を送らなきゃいけないとか、そのデザインっていうものはどうあるべきっていうことではなくて、やっぱりすごく植物のように自由で、何か美しいものにしていけばいいんじゃないかなと思いますけど、僕は本当にもうデザインっていうカテゴリーがその必要なのかどうかもわからないし、その今こういう社会の中でデザインやアートやそのもしかしたらこの料理とかいろんなものづくりがいろんな新しい価値を作り上げると思うんですけど、だから椅子や車をデザインしている人っていうのが、今はデザインとされてますが、もしかしたら科学者がデザインだったり、いろんなそのデザインがその未来を作っていけばいいんじゃないかなと思います。デザイナーが物を作るっていうことはすごく大変なことなんですけど、僕らは2つの勇気を持たなきゃいけないんですけど、一つがその新しいものづくりをにその未来を切り開くということで、もう一つがよく考えてこれを作るか作らないかって、作らないこともとてもすごく勇気のいることだと思うんですね。それでよく考えてその作るというイメージじゃなくて、本当にものをこう生み出していくような、何かそういうイメージでいつも捉えています。